よし、違う、これだ。こんばんは。よいしょ。久しぶり。ショールームはお久しぶりですね。すいません、久しぶり。やっほーやっほー、こんばんは。荒井駅就任おめでとうございます。あー、ありがとうございます。そう、そのお話もしたかったし、なんか、はい、したあのなので配信しました。おひさおひさ、こんばんは、こんばんは。ちょっと前髪がうまくいかなかった。まあまあまあ、ラブって可愛すぎる。ラブチャットに送りました。めでたい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。そうなんです、あの、はい、こんばんは、こんばんは。見ないうちになんか大人っぽくなった。お、ほんと？なんでだろう、黒着てるからかな。そう、なん昨日の8時にあの発表されたと思うんですけど、あのいちごときめき鉄道教え駅プロジェクトのメンバー、教え駅プロジェクトメンバーに選んでいただきました。ありがとうございます。そして私はあの荒井リルノさんから引き継ぎという形で荒井駅を担当させていただきます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。おめでとう、ありがとう。はい。なんか緊張する。なんでかわかんないけど。そう、でもこうして選んでいただいたことはすごく嬉しいですし、はい、なんか、うん、まあ選んでいただいたからにはちゃんと役目というか、役目、一生懸命やろうと思いますので、皆さんぜひ温かく見守ってくださると嬉しいです。三つ編み。そう、髪型三つ編みにしていただきました。そう、初じゃない、 NGT に入ってあの髪型したのって、多分初めてな気がする。こんばんは、こんばんは。おめでとう、ありがとう。三つ編み可愛かった？よかった。イベントとかあるといいね。うん、そうですね、何かさせていただけるなら嬉しいです。ミキセの選出あると思ってた。お。たくさん魅力を、そう、お伝えできるように頑張ります。これをきっかけにもっと新潟のことだったりもお勉強できたらいいなって思いますし。こんばんは。浴衣の時といい、いろんな髪型見れて嬉しすぎるよ。あ、そう、その生写真、生写真じゃないか、あれはなんだっけ、サマーバッグだ。そう、サマーバッグの発売も、発売？販売？も始まりまして、そう、私はあのポンデリングヘアなんですよ。あれ、三つ編み？編み込みか、編み込みをしてこうや、なんか編み込み、このこうなってるのをこうやってやって編み込み、あの、そういう、違う、なんだっけ、ポンデリングヘアにしてもらいました。あの時は、その撮影をした時はなんか髪型も自由でいいよっていう感じになったので、そう、だから
何にするってあのメイクさんと話してて、で私まさか自由な髪型になると思ってなかったので全然用意してなくて、なんかこの髪型したいなとか全然考えてなくて、でもヘアアレンジをしたいってなってメイクさんに決めてもらいました。そう、メイクさんがこれ似合うんじゃないって言ってあの髪型にしてもらいました。こんばんは、こんばんは。7月は誕生日、そうだそう、7月は誕生日もあるんです。私すごく楽しい夏になりそう。嬉しい、浴衣可愛かった、嬉しい。なんかあの浴衣も色が選べて、そう何個か色が 何着かあって、そうで、でも私決められなくて自分で。それをあの衣装さんに決めてもらいました。何色がいいと思いますかって。セーターお話があるかな、うん、あったら嬉しいですけど。あるかな、遠いよ。あ、いやでも旅は好きなので、旅って言ってもあれですけど。友人不断か、友人不断なんです私、本当に決まらなくて。そうだからもう本当に友人不断なんですよ私は。だから買うものを決めてメモしてお買い物に行っても絶対に結局、まあ、買うんですよ、メモしたものは買うんですけど居座っちゃうんですお店に。まあ、平気で、そうドラッグストアとかさ雑貨屋さんとかもそうだけど、いろんなものが置いてあるじゃないですか。だからそういうところに行くと、多分いや1時間はあれかもしれないけど、多分1人で3、40分ぐらいはずっとお店にいる毎回。そう、遠いけど行きます、嬉しい、待ってます。そう、これもいいなってなるの。なんか今必要かなって考えたら、もしかしたら今は使わないかもしれないけど、なんかいつか使うかなとかいろいろ思って、そういろいろ悩んで、買うか買わないかを悩んでたら知らないうちに時が結構経っちゃってるみたいな。助手席空いてますが。乗ってこっかな、じゃあ。その気持ちわかりますでしょ。こんばんは、こんばんは。そうだから私は優柔不断なんです。だからできるだけお友達とお買い物に行ったりとか、まあ家族と行くときは全然気使わないんですけど、そういうお友達とかと行くときは結構頑張って、もうなるべく他の商品を見ないようにしてます。自分の買おうと思ったものだけ見に行って、そう時間をかけたらちょっと申し訳ないから待たせるのは。家族はいいんですけど。こんばんは、こんばんは。新井駅長、こんばんは。駅長。そうでもなんか撮影の時にそう制服を着れてすごい嬉しかったんです。そうあとなんか名前磯崎って書いてある名札みたいなのがあって、それをつける時もなんかちゃんと私の磯崎っていう名前が書いてあって、それがもうすごい嬉しくて、そうなんか感動しました。お疲れ様、お疲れ様。眉毛かわいいってどういうこと。眉毛かわいいってどういうこと。ありがとうございます。でもそう出発進行ってしました。こっちか、多分こっちですよね。
制服に合ってたし可愛すぎた。ありがとう、嬉しい。なんか初めてちゃんとそういう制服っていう制服を着て、そう、もうドキドキでした、撮影の時は。似合ってた、だって嬉しい。名札、そう、名札レア、そう、本当に可愛かったんです。可愛かったか、あの、嬉しかったそう、コメントにすられちゃった。あの、本当に磯崎って書いてあって、なんか本当に嬉しかったんです可愛かったね、ありがとう。あ、そう、あとね、そう、これは絶対に話しておきたいと思って話、あの、話があって、全然しょうもないんですけどあの、最近身長を測る機会があって、そう、身長をね測る機会があって、測ったんですよ。そうまあどうせ伸びてないだろうなと思って、でも測ったんです。そしたらね本当に聞いてほしいんだけど、私152センチだと思ってたんです、自分のこと。でもなんと測ったら 153.5 になってたのえ、すごくない？ね、すごくない？ 1.5 センチ伸びてるんだよ。びっくりじゃない？あの、前測った時152だったんですよ、絶対。そう。なのに、伸びてたの！ねえ、本当に嬉しい。私、最近、あの、本当に、最近ってか本当に、いつだ？ 3 日前とかだ、の話なんですけど。え、それめっちゃ嬉しかったの。びっくりした、私。いや、絶対伸びてないだろうなと思ったんですよもう止まったなって。そうけど 153.5 になってて、え、みたいなそう、めっちゃ嬉しかったのだからなんかまだ諦めるのは早いなって思って、自分でね、もうちょっと期待してちょっとこれからの人生歩もうって思ったんですけど、伸びしろしかないね。まだ伸びる可能性あるかもしれない。ずるいなって私どんどん伸びちゃうんだからね。もうもう高校まで来たら、まあ160センチとかいっちゃうかなみたいな160センチとかいっちゃうかなみたいな、なんかもういけそうかなみたいな調子乗ってます。中根さんトレーニングしたんですか？いや、してないんですよ。なんでなんだろう、なんで伸びたの私本当に嬉しいこの前受付してもらった時小柄で可愛かった確かに 253.5 も低いんですよ、低いんですけど、私からしたらだいぶ嬉しい出来事。高の水美味しすぎじゃないだってちょっと夢見ちゃった気合で伸ばそうとしたいけそうな気がする。お、まあいっちゃうから160センチまで、ヘラヘラだって嬉しいんだもん。本当に止まってると思ってたから、わかんないよ、もしかしたらその152センチ測ったって測った結果が出た時に何か何かの間違いがあってそういう結果になったのかわかんないですけど、でも152だったんです。でも 1.5 センチ、まあ、伸びたってことにしときましょう。 NGT に加入したから、あ、それはあるかもしれない、それくらいで止めてもろて止まりたくないよ。そのサイズ感が可愛いのですよ。いやいやいや、やっぱり身長が伸びるといいことがたくさんあるんですヨーグルトに変えて牛乳も毎日飲んでいこう。そうだね、牛乳も飲もう。じゃあアイスいっぱい食べてアイスって身長伸びるのかな。つくみ先輩はどんどん伸びてる。そうですよね、私も伸びたい。
けどさ、どっちかって言ったらさ、あのたかしとかさ、その辺のなんていうの、たかしとかの方がさ年齢が若いじゃん、からさきっともっと伸びるんだろうね。いいな、もうさ十分私が欲しい身長あるのにもっと伸びるなんて羨ましすぎる。ニミエさんのスカート履ける、履けちゃうかもよ、私160センチまでいったら履けちゃうかもしれない。そう、成長期だよね、絶対伸びるよね。もういいな、うらやま。中学生じゃしょ、違うからね、 JK だからね。荒井駅の新駅におめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、たくさんメールだったりいろんなところでおめでとうっていう声を、声文字を目にして嬉しかった。ちょっと不安だったんですけど、正直あの発表されるまでは。牛乳飲みます、じゃあ一緒に飲もうね。それで 153.5 になったことはみゆめさんに報告してきた。え、ちょっと待って、いつ、今報告してきたの。こんばんは、こんばんは。ねえ、そんな、待って、みゆめさんだって私の身長は聞いたところでどうするわけ。絶対にいらない情報ですよ本当に。中学生組はまね、もういいな。私は中学校の頃全然身長伸びなかったので。昨日昼公演お邪魔しました、ありがとうございます、来てくれて。何かがいる、やりました、久しぶりのポジションでした。スタンプラリーが楽しみです、嬉しい。皆さんにも楽しんでいただけるように頑張ります、私も。そういえば最近イスマートのツーショットが各所から送られてきました。どういうこと、先輩の、先輩がってことですか。でも小松組ちゃんとかも加入してた時本当に小さかったのに。身長高いですよね、何センチあるんですかね、160何センチだろう、でも高いなって思った記憶があります。みゆちゃんの視界に入ったことある、さすがに、さすがに視界には入りますよ、はい、はい、さすがに、てか入らせてください、はい、お願いします、そこはさすがに入ります。諦めないで伸びるかも、そうだよね、伸びるよね、諦めないよ私は、身長が伸びるまで諦めないよ。いそいそコンビとか受付コンビとか、たかしあゆみちゃん、あ、そう、昨日撮ったから通称、そうだね、受付か。でもこのさ、ツーショットがさ送られてくる情報をなんで知ってるんだろう。撮ってるってことだよね。メールとかなんやら。冗談、占い、占い、占いでね、本当に。俺の視界にはしっかり入ってるよ。あ、ありがとう、ありがとう。よかった。さすがに入るよ。深読み。な、泣いてる。泣かせちゃった。そういうことだね、そういうことだね。姉ちゃんしか視界に入らないって言っとく、ありがとう、受け取るそれ。
キャ。こんばんこんばんは。全員分のキャンペーンですよ。あ、じゃあ終わったらまあそういうことですよね。ね、そうだよね。それが終わったらそうだよね。うんうん。こんばんこんばんは。自分から圧かけてくスタイル。絶対ダメ。ごめんね。圧が。同じ以外ぼやけるもの。すごい。なんだっけそれさ、なんだっけあのパノラマじゃなくてさ、なんて言うんだっけそういうのって。なんかあるじゃん、 iPhone のカメラの機能にさ、後ろぼやけて一つにピントが合うやつ、なんて言うんだっけあれ、忘れちゃった。あれはオーダーメイドだから一つしかない。お世界で一つ。終わったら解約、うん、よろしく。やだ、怖いみたい。私が怖い、なんか自分で怖い。チャット取り始めたよ、嬉しい、ありがとう。なんかチャットはなんか本当にしょうもないことばっかり送ってて、なんかね、その時思ったことをプツンって送るように送ってるんですけど、そう、昨日は声ありがとう、楽しかったよ、お、よかった。そう、生誕祭もありましたしね、日野さん。あ、そう、ポートレートだ、そう、ポートレート。こんばんこんばんは。なちゃん見たくて今日買ったのねえ、これ嬉しいけどありがとう。深いで一つ、そうだが、それがいい、お、よかった。メールが好き。嬉しい。こんばんはこんばんは。ミジンコじゃん。こんな、あ、違う、顕微鏡ってこれ望遠鏡だよね、顕微鏡ってこっちか。え、待って、それっていじってる。ああ、そういうことするんだ、へえ。こんばんこんばんは。パフォーマンス力が上がって良くなってるね。嬉しい。でも何かがいれば本当に楽しくて、私踊ってて、もちろん他の曲も楽しいんですけど、なんか一番なんだろう、アップテンポだからですかね、なんか気持ちもこう弾むんですよ、踊ってて。しコールとかもさ、なんかすごい、なんだっけ、ファイブワイパーだっけ、聞こえてさ楽しいの。ゆで卵いつも冷蔵庫にしようね、本当にゆで卵食べて、みんな。私ほんと最近ハマってて、なんかこんなに美味しかったっけゆで卵ってって思ったの。そう、お祭り行きたい、ね、私本当にお祭り行きたくて、なんかお祭りは好きなんです、人混みは嫌いだけどお祭りは好きで。屋台とかあるから、非常食にいいよね。ね、そうね、本当にゆで卵食べてほしい。あのローソンさんのなんかもう皮が、皮じゃない、殻か、殻が剥いてあって、あのもうなんか入ってるんですね、パックに。それが美味しいんです、だから本当に食べてほしい。え、本当に美味しいからね。仕事終わったらローソン行く、およ、行ってください、ぜひ。でもなんかね、多分美味しいからか人気からか分かんないけど、なんか行ってたまにない時があるの、売り切れてる時があって、そうだから
私はお店で2個とか見つけたら、まあ、2個ぐらいならいいかと思って2個まとめ買いしちゃうんです。行きたいな、お祭り。かんばら祭りがあるんですね、来週末に。29から7月1日てかもう7月になっちゃうんですね。びっくり。今年も半年終わっちゃう。やばーとか言って殻ごとは食べない。人間ドック頑張って。なんか人間ドックってさ、なんだっけ、なんかあんまり美味しくないさ、白い液体を飲んでさ、なんか大変っていうのを聞いたことある。長岡で花火待ってますね。花火も見たい。バースデーも間もなく、そうバースデーも間もなく、私もうちょっとで18歳になりますよ皆さん、イエーイ。バリウムだ、そうバリウム。しかもさ、確かご飯食べちゃいけないとかなかったっけ、健康診断じゃなくて人間ドックってさ、なんかお水も飲んじゃいけないみたいな、なんかそんなことある。やっぱバリウムきついんだ。味付きのバリウムもあるんだ。でも味わいたくなくない？わかんないけど。もう成人だよ。そうだよ、成人ですよ。18歳になったら成人になっちゃう。わー、嬉しすぎる。でも私がもう人生を18年も生きることになるなんてびっくり。誕生してから18年。すごい、何やってたんだろう。NGT に入る前とか特に何やってたんだろう。なんかあっという間だったな。あ、朝ごはん食べちゃいけないんですね。あだ名はまだ耐えられるかも。みんなそうやってさ、中学生とかさ9時までとかさ、なんかよくないよ。ねえ、さすがに中学生には見えなくない？見えるの？いやでも見えるか、最近の中学生って大人っぽいもんね。私もさ背も低いしさ、悪いことすると名前出ます。許さん。ごめんねって来たけど許さん。あ、そう、 S ありますね。若く見られてるんだから喜んでも。今はやっぱさ大人っぽく見られたい、私頃。おー、みんな20歳、私が20歳ぐらいになったら高校生に見えるとか全然言ってくれてもいいんですけど。初めて会ってからの期間が本当にあっという間に感じる。楽しすぎる、嬉しい。ねえ、ゆうたんと同い年はさすがにないでしょ。ねえ。こんばんは、こんばんは。たかしが大人、まあそうだけどさ、そうだけどさ、そうだけど現実は私の方が大人だから、たかしより。そうなの。難しい年頃だって。反抗期。早くリアルお話し会したい。でオンラインの受付いつから？わからない。わからない、私も。
わからないよ。ゆうたはよく23歳って言う。ねえ、それはさ、ねえ、見えないよ、23歳には絶対に。ゴミでかくなった。こんばんは、こんばんは。おこだぞ、おこだよ。みんながそうやってさ、いじめるから。私だっていじめちゃうからね。怒ったかも。ボンボン。公式コート本当良くないよね。やめよう。ダメだよ。ごめんね。お話し会ね、お話し会、私正直なお話するとすごく緊張するんですけど、皆さんどうですか？ね、なんかやばい、アホ毛がやだねえ。サマグッズのイソマルヘア好き、嬉しい、ありがとう。でも新鮮だよね、きっとみんなからしたらさ、毎日ヘア固定だからさ、ストレートのおろしだけど、ああやって結んでるの見ると緊張する。そうだよね、初見です、ありがとうございます。緊張しかしません。ねえ、緊張する、ダメだ私。どうしたらいい、こんにちは。ああ、緊張を和らげるテンションで会いに行きます。お、会いに来て。じゃあ嬉しい。きっと緊張で夜しか寝れません。寝れとるやないかーい。寝れとるやないかーい。十分寝てるやん。時が胸胸胸ドキドキ。お互いずっとニヤニヤして終わりそう。確かに。こんばんこんばんは。緊張というかテンション上がりすぎて変なこと言うと思う。ああ面白い、いいよ、何でも来い、どんと来い。昨日の受付でも緊張してました。緊張する、受付やっぱするものですか皆さん。こんばんこんばんは。でも嬉しい、なんか私に緊張してくれるなんて。オンライン頑張るぞ、頑張ろう。ツッコむ、センキュー、センキュー。お互いニヤニヤ絶対するね。そうだね。こんばんこんばんは。何でも言ったな、言ったよ。何でも来い。何でも返してあげる私が。どんと来い、来い。オンラインはパツッと切られるかも、確かに。じゃーん、パツッとか、じゃあねって言ってるのにパツッて切られたりするもん。磯の笑顔見れるわね、え、嬉しいこと言ってくれるね、ありがとう。受付緊張すぎて初めましてって。ねえ、それさ本当に思ってた、なんで初めましてなんだろうって。緊張してたんだ。まあまあ、もう「お願いします」とか言われるよ。それは違うじゃん、ああいうさ「萌え萌え」みたいな言葉はさ、ああいうなんていうの、まあバレンタインデーとかさ、まあまあまあクリスマスとか、そういう時にさ言うからいいんだよ。こんな毎回毎回もらったらダメでしょ、ダメですよ皆さん。こんばんはこんばんは。お洋服とか用意してるの、もう今必死に必死にネット探してる。チクチクの話の途中で切れた時泣いた、それは泣いちゃう。どうやったら泣いちゃう笑顔を引き出せるか、
常に考えてます。やっぱり面白いギャグを言ったら私は笑うよ。じゃあ面白いギャグ言ったら笑ってあげる。どこだから8時まで夕飯食べる。やっぱさあるんだそういうの、めっちゃ大変。待って今何時、36分、待って40分ぐらいになったらダジョウを読んで終わりたいと思います。ちょっと今日は本当に少ししかできなくて申し訳ないんですけど、はい、詳しかったうまい嘘ありがとう。対面だと言ってくれなそう。まあまあその時だよね来てみなきゃわからないから二人だけの時間だったらいい、まあ二人だけの時間だったらいいかもしれない。背景を磯崎仕様にしなんか磯崎7って書いて、ツボ浅いから。いや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 、私最近ツボ強いから。ツボ強いってなんだろう。嬉しい、みんなありがとう。なんか本当に優しいよねみんなって、大好きだよ本当に行くしか、来てください、来るしか勉強頑張ってね、ありがとう。はあ、現実に戻るよ、この配信が終わっちゃったら。ずっとしてたいけど、はあ、こんばんは、こんばんは。ツボは強いと思う、わかんない、ツボが弱いってね。なやっぱなんか人によってさ、まあ、面白いって思うのと面白くないっていうものがあるじゃない。私はただその面白いって思う幅がちょっと人より広いだけ絶対学校卒業してする、頑張る、するよ。また配信待ってる、ありがとう、またしますね。成分の半分を優しさでできてます僕。お優しさとは一体なんだ。こんばんこんばんは。常に笑ってるイメージ、でもコメントが面白いから笑っちゃうんですよ。卒業危ない、全然全然危なくない。私は私は優等生なんで、はい、俺毎日仕事だし、なちゃん見習って何かするか。お、なんかして、じゃあダンス覚えようNGT の曲一曲覚えようこんばんこんばんは。自分で言うのか自分で言っちゃう。もうね、課題やらないやら終わらせるのでもういっぱいいっぱいなんですけど、こんばんこんばんは。ダンスダンスしよう、みんなで。何、じゃあ課題曲は自然渋滞自然渋滞覚えよう、みんなでこんばんこんばんは。ソーラン節のメンバーからそれソーラン節やったな、踊りましたよ小学校の頃、ソーラン節懐かしい。ほらほら、法定速度はさこれだからさ、やっぱみんなもっと挑戦しようということで、私のファンはみんな自然渋滞が踊れる そういうことにしましょうこんばんこんばんは。新規就任おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとう。
十肩だから肩がサービスエリアの手前で。全然ったら嫌いになっちゃうよ。嫌いにならないで。でも嫌いで、うん、自然状態覚えたら痩せれます。絶対痩せれると思う。肩上げるたびに悲鳴上げるけど大丈夫かな。もう歌どころじゃない。無理やろう。無理じゃないよ。やってみなきゃわからない。やりましょう。じゃあ分かった、ちょっと難しいのやめて大人になる前にやろう、みんなで。決まり。あちごなの練習します。あちごなもいいね。やばい、時間がランキング呼びます。ごめんなさい、こんな少ししかできなくて。受験です、ありがとう。よし、じゃあ読みます、ランキング。ゆっくりしょ、いきます。13位、くますけ、ありがとうございます。12位、 OTGP、 ありがとうございます。11位、トークボックス、ありがとうございます。10位、りゅうちゃん、ありがとうございます。ありがとう。9位、和久、ありがとうございます。8位、いつかの少年、ありがとうございます。7位、おやじ T53、 ありがとうございます。6位、スイズミユ、ありがとうございます。5位、パンダの帝王、ありがとうございます。4位、秋広、ありがとうございます。3位、ピース、ありがとうございます。2位、ヤスロアキ、ありがとうございます。そして1位、中地、ありがとうございます。ありがとう。はい、ありがとうございました。皆さん、ちょっとすごく短い時間だったんですけど来てくださってありがとうございます。ありがとう。じゃあ頑張ります。みんなもゆっくり休んでね。私お疲れ様でした、ありがとう、感謝です、ありがとう。じゃあまたね、ありがとう、またやります、また来てください、バイバイ。